100kg 超級負けたら終わり井上康生頂点を掴んだ男に待っていた運命は過酷なものだった。大怪我から狂った歯車は元王者を苦しめる。思いもよらない敗戦の連続、気づけば北京出場は崖っぷち。まあ諦めることは簡単だったんでしょうけど、やっぱり自分自身もう一度ね、最後の最後まで戦いたいという気持ちがありましたので、運命に抗う男、背水の出陣。自分の運命に耐え続けた男、宗田康之。重量級の第一人者に上り詰めるものの、いつも主役の座を奪われ続けた。ところが昨年の世界柔道、主役たちが次々と敗れていく窮地に追い込まれた日本柔道を救ったのはこの男だった。日本男子唯一のメダルは価値ある金色。2月の国際大会でもきっちり優勝と波に乗る。さっき見ていいことなかったんだよ、まあ、自分のできることは何でもやって、はい、やっと巡ってきた主役の座は渡さない。運命に耐えた男の大勝負。さあ夢の切符をかけた男たちの潰し合い、全てはどちらか一人。初のオリンピックなるか、宗田康之、奇跡の逆転出場か、井上康生。オリンピックへの思いがぶつかり合う5分間が始まります。100kg 超級負けたら終わり井上康生。頂点を掴んだ男に待っていた運命は過酷なものだった。大怪我から狂った歯車は元王者を苦しめる。思いもよらない敗戦の連続、気づけば北京出場は崖っぷち。まあ諦めることは簡単だったんでしょうけど、やっぱり自分自身もう一度ね、最後の最後まで戦いたいという気持ちがありましたので、運命に抗う男、背水の出陣。自分の運命に耐え続けた男、宗田康之。重量級の第一人者に上り詰めるものの、いつも主役の座を奪われ続けた。ところが昨年の世界柔道、主役たちが次々と敗れていく窮地に追い込まれた日本柔道を救ったのはこの男だった。日本男子唯一のメダルは価値ある金色。2月の国際大会でもきっちり優勝と波に乗る。さっき見ていいことなかったんだよ、まあ、自分のできることは何でもやって、はい、やっと巡ってきた主役の座は渡さない。運命に耐えた男の大勝負。さあ夢の切符をかけた男たちの潰し合い、全てはどちらか一人。初のオリンピックなるか、宗田康之、奇跡の逆転出場か、井上康生。オリンピックへの思いがぶつかり合う5分間が始まります。100kg 超級準決勝です。宗田康之対井上康生。この2人は2002年全日本選手権決勝以来、実に6年ぶりの対決です。負けたら終わりの井上康生、ここまで代表選考を大きくリードしている宗田康之。 100kg 超級の準決勝です。6年前は全日本選手権の決勝でした。判定までもつれ込んで井上康生があの時は2対1で制しました。もうすでに待てです、止まっています。篠原さん、はい、あれ以来の2人の戦いです。そうですね、まあ、あの井上としては間合いを取って動いて技を仕掛けたい、はい、宗田は間合いを詰めて勝負したい。今プレッシャーをかけていった宗田です。宗田はやって前に出ていくことが大事なんですね。そうですね、あとこれも袖に指が入りました。指導が一つ、指を握ったんですかね、はい、いわゆるあのちょっとわからないですね、指導が入りました。この試合の主審は藤井審です。早くもポイントが動いています。井上が一歩リード、襟を煽ります。釣り手は十分、引き手はまだ襟を持っている。宗田の腕、そして井上康生の左腕を遊んでいます。ここから十分な体勢に持っていけるかどうか。また止めます。早めに試合を切っていきます藤井審です。
道着を直させます。ここで指導が今度は宗田、そして井上康生にも来ます。消極的ということで動きがありません。指導が来ます。有効一つリードに変わりました。井上康生です。ちょっとあの宗田の圧力に、井上が、ここも前に出る宗田。ただ古田さん、この井上康生も前に出るのが自分の柔道。腕を掲げて一本、これは取り消されます。今のはないですね。自信が取り消します。腕を決めてそのまま回していった井上康生です。ちょっと今のはないですね、はい、1本は取り消します。改めてどうでしょうか、ポイント動くかどうか、そして腕を痛めてしまった可能性もあります宗田です。斉藤仁、男子の監督も今見つめています。代表選考争い、ヨーロッパ大会ドイツ国際を制した宗田康之です。そして世界選手権でも金メダルを死守しました。大きくこの選考争いではリードしています。一方の井上康生はここまで国際大会で結果を出すことができていない。右胸の筋肉断裂というアクシデントもありました。そこからの復帰戦、もう負けることは井上康生には許されません。まあ、その中で最大のライバルを古田さん迎えた井上康生なんですよね、はい、そうですね。この追い詰められた思いというのはどんな風に感じますか。いやでも逆に積極的になれますから、はい、井上選手今までちょっと消極的だと言われた時期があったんで、そういう意味では積極的になれていいんじゃないかなと、本来の技の切れ味を見る、出せるチャンスだと思いますね。前に出る井上康生、一本取りに行く柔道をもう一度見せたい井上康生です。ポイント先行されているので、これ仕掛けていかないとダメですね。時計は止まらない。時間は過ぎていく。残りは50秒。待って、ここでストップです。やっぱり釣り手の方は背中も出てるんですけども、はい、引き手 A でもいいんで持たないと。どこか道着を取りたい。体を寄せる釣り手で暴いていく。一の対応の構成、後者の内股もですね、はい、もう投げれない、透かされると分かってるんで、自分から決めに行ってますから。そうですか、はい、ここも待てです。小刻みに時間が止まっていきます。試合を止める藤井新、6年ぶりの再戦です。オリンピック出場の夢をかけた一戦、井上康生宗田康之の対戦は残り30秒。井上康生が有効一つリード。もう後がない、勝つしかない。高い飛び込み足は宗田、井上康生です。代表選考の行方、宗田が大きくリードしていることは間違いありません。井上康生はこの選抜と、そして全日本と勝って待ちたい。残りは10秒。内股回らない。残り6秒です。残り6秒で時計が止まる。追いかける宗田にも6秒残された。そしてリードする井上康生、決勝に向けて井上康生、しかしここは潰れる。残りは1秒です。ここで終了。6年ぶりの両雄ライバル対決は井上康生が有効一つリードで制しました。井上康生が土壇場まで追い込まれた中で踏みとどまる決勝への進出。井上康生が宗田康之を下しています。